第3代リッチフィールド伯爵第3代リッチフィールド伯爵、ジョージ・ヘンリー・リーは、イングランド貴族、グレート・ブリテン王国の政治家、トーリー党所属、1743年まで、クアレンドン死爵の儀礼称号を使用した。第2代リッチフィールド伯爵、ジョージ・ヘンリー・リーとフランシス・ヘールズの息子として、1718年5月21日に、生まれ、22日に、 セント・マーティン・イン・ザ・フィールズで洗礼を受けた。1728年より、ウェストミンスター・スクールで教育を受けた後、1736年1月1日に、オックスフォード大学セント・ジョンズ・カレッジに入学、1737年2月14日に、MA の学位を、1743年8月25日に、DCL の学位を習得した。 1740年2月にオックスフォードシャー選挙区で当選して庶民院員議員になった。議会ではトーリー党の一員として行動したが、1741年2月のロバート・ウォルポール会任同議には棄権した。1743年2月15日に父が死去するとリッチフィールド白爵位を継承した。以降は、 貴族院に移籍したが、政治への関わりが少なくなったという。1743年から1772年まで、イングランド民事裁判所のクストスブリビウムを務めた。また、1760年から1762年まで、ジョージ3世の進出自由を務め、1762年7月14日に、数密顧問官に任命され、 同1762年から1772年まで、温急新主隊隊長を務めた。オックスフォード大学では1760年から1762年まで、ハイスチュワードを、1762年から1772年まで、総長を務めた。1767年11月19日、ロンドン高校協会フェローに選出された。 1772年9月19日に死去、スペルスベリーで埋葬された。オジロバートンが爵位を継承した。1745年1月16日、ディナー・フランクランドと結婚した。ありがとうございます。